らいぶりの帰還になるんでしょう。4年ぶりとか5年ぶりとかぐらいかなになりますね。そんなに頻繁に帰るタイプではなかったんですけど、かなり久しぶりですね。二度とあの悲劇を起こさせはしない。まさか魔法の逆算？二度とあの剣は使いません。デジール・アルマンには手を出す。この世界をやり直してみせる。僕が演じているのは主人公のデジール・アルマンというキャラクターで、1話で起きることが全てであり始まりであり、僕が演じるデジール・アルマンと仲間たちはその影の世界っていうみんなの世界を侵食してくる存在に対して、魔法だったり剣だったりいろんな力で戦うんですけれども、ボロミア・ナポールという恐ろしいドラゴンと戦ってやられちゃうんですよね、言ってしまうと。でやられたと思って目が覚めると、すごく昔の学生だった頃の自分に戻っている、帰還してるわけですよね。で帰還するところから、一体じゃあ何がダメだったのか、どうすれば勝てるんだろうか、そういうところを、まあ、彼だけが知っている記憶で、ダメだった部分を直しながら仲間たちを新たに再編して、今一度ボロミア・ナポールを倒すんだという決意のもと立ち上がるという人物になってますね。普通普通めちゃくちゃ天才なわけでもないし、別にめちゃくちゃ落ちこぼれが急に覚醒するわけでもないですよ。特殊な能力はまあ持ち合わせてはいますけど、特殊な能力というか彼の特色みたいなのは当然能力としてはあるんですけれども、それ以外なんかめちゃくちゃ性格悪いわけでもめちゃくちゃいいやつなわけでも、非常にこうスタンダードど真ん中にいるような人物ですね。おはようございます。おはようございます。大丈夫ですかここで全部入ってます、はい、ねえ大きい鼓門ですね。金沢の玄関口とも言える鼓門ですけど、でも僕も東京出てからできたやつなんで、あんまりそんな多分確かそうだったっけ、そんな馴染みはないんですけど遊びに来るって言ったら金沢、映画とか見たいなって思ったらば金沢来るしかなかったので、だからそういうやっぱ栄えてるのは金沢。うちの実家はもうここから電車で40分ぐらいとかかかるんですけど、東京から考えるとね、もう信じられないようなど田舎なんですけども。僕の子供の頃はテレビも普通に田舎らしい曲数だったりとかしたので、そこもそんなに熱中して見るわけでもなく、外で遊んでる時間の方が多かったと思うんですけど、鬼ごっこしたりかくれんぼしたりとかボール投げたりとか、そんな、まあ、活発っちゃ活発でしたね。アニメは限られてましたね。やっぱ東京の方でやってるようなアニメとかはほとんどやってなかったので、漫画雑誌とか見ててもアニメ化でテレビ東京系列でスタートって言われると絶望してましたね。あ、じゃあうちじゃやんないなとか、まあ、その代わりレンタルビデオ店があったんで、そこでこっちではやってないアニメをレンタルして見てましたね。きっかけ何なんだろう。あ、でも多分一人ケーブルテレビ契約してる家の子が友達でいて、その友達が当時僕が知りもしないようなアニメとかを知ってたり、あのまあ音楽とかもそうですよね、そういうのに触れてて、そっから影響を受けてアニメとか音楽とかゲームとかに興味を持つようになって、そいつが録画してくれてたブレンパワードっていう富野監督の、オリジナル作品があって、それを見て夢中になったりして、そっからアニメもっと見たいっていう風にどんどん転げ落ちて行きましたね。ご覧ください、日本海です
水平線こんなに開けてる海の絵もなかなかないなっていうぐらい、やっぱりね日本海なんでちょっと色はトーンが暗めではありますけれども、僕が生まれ育った子供の頃によく来た海の色です。これがいいですよね。ちょうどまだ稲も稲穂が実る前で、田植えが終わって伸びてきてっていう緑色がすごい綺麗な時期ですね。僕の家も昔はお米作ってたんで、もう田園風景っていうのはもう自分の中の原風景そのものですよね。改めて見るとすごいですね。よくここから出てきましたよね。びっくり。いや自分で自分のことびっくりですもん。人事みたいに言うけど、ここ中学のマラソン大会、このこのスポーツセンターの周りをぐるぐる走り回るっていうマラソン大会やってましたね。あそこ友達の家とかそういうレベルなんですよ本当に。あそこだ、あっちだ、あっち、あれ友達の家とか全然見えますね。ここからここから寺島拓磨伝説大したもんじゃないですけど始まりましたね。その小学 5,6 年で目覚め始めて、一番このオタクへ向かう足が加速していった時期だったんですよね。中学の時に初めて確か金沢のアニメイトに連れてってもらったりっていうのがあったので、 CM でやってたんですよね。なんかその初めてオープンするときにそれを見て行きたいってなって連れてってもらって、もう大好きでしたね。このどっちかっていうとアニメに飢えてた方だったので、店全体がもうアニメのことしかないっていう空間がもう夢のようで、もう極彩色ってこういうことなんだみたいなアニメの色でもうすごいいろんな世界が広がってたので、もうずっといたいって思いましたね正直。全然どっちかっていうと僕絵描く方が好きだったので、イラスト描いたりとかはよくしてましたね。だから行くんだったらそっちの道なのかなって思ってました。どっちかっていうと漫画家とかイラストレーターさんとか。バスの中でも話したんですけど、僕が行ってたレンタルビデオ店があったのがこの辺なんですよね。でこの辺でそのレンタルビデオを借りたり、でゲームショップも併設してたんでテレビゲーム買ったり、あとお母さんの基礎化粧品を売ってる店があったりとか僕のその通ってたレンタルビデオ店はもうあの閉店してるっていうのは知ってるんですよ。だから今はその跡地に多分違うなんかお店があったりするんだと思うんですけど、ここですね。だからこの建物の形自体はこんな感じだった気がするんですけど、基礎は変わってないのかもしれないですね。ここでした、ここでした。だからこれ今このお店を見ても懐かしいっていうわけではないんですけど、気配はやっぱり感じますね。僕がオタクになった場所はここです。ここにレンタルショップがなかったら今の僕もなかっただろうっていうのは間違いないですね。うわーすごいな、こんなとこにカメラ連れてきちゃったよ連れてきちゃったっていうのも変だけどありがとうございます本当に来ていただいて。懐かしい、おー懐かしい8番だ。ここはもう石川県民のソウルフード8番ラーメンですよ。僕が一番行ってる8番ラーメンここです。家から一番近い8番ここなんで、あ、そうだね、ここに来てますね、はい、外食はもうここしか僕は選ばないです。逆に言うと実家帰ってきたらあれですよ、僕が言うのもなんですけど美味しいですよ。こんにちは、はい、はい、ありがとうございます。ここここだいたいこの辺で食べてます。ここが多かった気がする。でもこれなんかおすすめとかいつも食べてる。いやもうね、僕の食べてたセットはもうないんですよ。あ、
この世に存在しなくなっちゃったんですよ。昔あのセットがアルファベットで並んでたんですけど、僕 G セットが好きだったんですけど、あの何を言ってんだって話ですよね。あの8番はでも野菜ラーメンが売りなんですよ本当は。うちのお母さんは野菜ラーメンばっか食べてましたけど、でも僕は中華麺を食べます。なんで注文すいませんいいですか。中華麺と中華麺、はい、あと唐揚げをください。8番で、撮影してますよ。白衣店で撮影した人なんかいるのかな。まあ、でもね白衣は結構その撮影スポット実はあるんですよ。チリハマもそうですけど、チリハマ海岸はうちの宝達清水と白衣市にまたがってるんですけど、駅の反対側の方に行くとコスモアイル白衣っていう NASA と一緒にも提携しているようなその宇宙に関する博物館みたいな施設があるんで、そこはね割とあのテレビとかも行っててたまに見かけますね。はい、ありがとうございます。来た、どうも。これこれ、このお皿なんですよね。唐揚げがあのももじゃなくて胸なんですよ8番は。だから僕の中で唐揚げといえば胸肉なんで、8番の8が書いてあるこの8カマがね特徴ですね。ささやかな感じがいいですよね。いただきます。うわー、これ本当にこれ変わってない、うまっ。うわ、めちゃくちゃうまい。これのためだけに帰ってきたと言っても過言じゃないぐらい、マジでこれなんですよ本当に。多分皆さんが食べるよりも僕が食べてる方が多分8倍はうまいですね。ちょっと角張った感じのね唐揚げなんですよ。うわうまい。これうまっ、うまっ。8番で育ってよかった。うまっ、うまっ。マジか。懐かしい。白衣神社です。今歩いてた前の通り、ずっと駅からこの辺ぐらいまでその縁日みたいのがあるんですよ。法事っていう、まあ法事って普通に言うとあのご先祖様をお祭りするっていうやつですけど、白衣の法事はお祭りのことなんですよね。それがあって子供の頃はもう毎年連れてきてもらってて、でこの駐車スペースになっているここにでかいお化け屋敷があったの、僕は子供の頃やったのを覚えてますね。思い出の地ですね。だからこの辺がですよね、高校もお近くですよね。そうですね、駅と反対側にはなるんですけども、だからあの場所としては馴染み深い場所エリアではありますね。高校の時はもうゴリゴリにオタクだったので、そのいわゆる陽キャっぽいやつらもあんまり気にせず話しかけてくれたりして、割と楽しく過ごせた高校生活でしたね。1年の冬から演劇部に所属することになって、そっからは部活三昧の毎日でしたね。まあ、たまたま、本当にたまたまです。全然僕が演劇やりたいなとかそういうのじゃ全然なくて、あの誘われて、その人手が足りないからっていうことであのお声掛けいただいて、でなんか気が向いてそのまま3年間というか3年の最後までいることになりましたね。そのやっぱ演劇っていうものに目覚めたってことなんですか。そうですね、やっぱり同校の師であるオタクの先輩もいたりして話もあって楽しかったし、もういい人ばっかりだったので部活行くのが楽しくてしょうがなかったんですよね。それが大きかったかな。演劇にのめり込んだっていうよりもうちの演劇部にのめり込んだっていう感じでしたね。もちろんやっぱり演技をするっていうこと、お芝居をするっていうことにもかなり目覚めたと思いますけどね、その時に。